食後の休息時間にアーネストは一つの発見をしたそれは根昆として湧き出ている清水である彼はヤシの林を分けて一丁ほど深く入っていったすると草むらがあってそこにちょろちょろとした小流れがあるその小流れはすぐ傍らに灰まつわっている草の陰からポタポタと滴っているものが集まってできているのだ お父さん、んん。彼は叫んだ。来てごらん私は行ってみたああ、これは貴重なものを発見したね私は妻を呼んで泉を見せたですがこれを飲んでも大丈夫なのですかお腹に当たるようなことはないのですかと妻は危ぶむように尋ねたもちろん大丈夫だとも私たちはコップに汲み取って冷たい水を味わったそして一休みの後 少しく元来た方向へ引き返してからジャッカルリバーの上流と思われる方に向かってなおも探検の歩みを進めた先頭に立って歩いていたアーネストはものの1時間とはいかないうちにまた1匹の野獣を見つけた彼は私たちの方へ小戻りして「シシッシシと言ったその瞬間である大きな野獅子が私たちの気配に感づいたのか 黙々とのの中をを逃げていくのを眼前に見た。追追跡、追跡、と私は叫んだそして犬を呼べ早くタークとジャノーは呼ばれるまでもなかった私たちが駆け出すより早くすでに追跡していったのであるそして間もなく彼らは敵を捕らえたらしく盛んに吠え立てた私たちは一生懸命駆けつけたところがタークとジャノーとは ブクブクと太った獲物の前後を遮ったままで別に飛びかかろうとはしないのである「なんだ!」と真っ先に駆けつけたフリッツが言った「これはうちのブタじゃないか」「全くそれに相違なかったまたしても私たちは方向を違えて鷹の巣の近くへ来てしまったのだ」「よく見るとブタは脱作して自分勝手に野がもを掘りに来たのであった」 その証拠には、林の傍らにあるジャガイモの茎は踏みにじられ、所々に穴が掘られてある。ああ、残った。私たちは吹き出してしまった。まだ日は高かった。芽蓋を鷹の巣の方へ追いやると、私たちはなおも進んでいった。今度はジャックが獲物を見つけて叫んだ。兄、兄、冗談だろうと私は答えた。兄は水の中に住んでいるものだ。 こんな乾ききったところにいるはずがないでもいるんだもの私はジャックについて忍び足で行ってみたするとやはりワニではなくてオオトカゲイグアナであったしかしワニと間違えるのも無理のないほど大きな年数を経たものであったのだそれと見てフリッツは発砲しようとしたお待ち私はそれを押しとどめていったとても小銃なんかで取れるものではないじゃあどうしたらいいの いい方法があるんだ私は妻に言ってロバの背の荷物袋の中から一畳の網を出させた「これだこの網で取るよりほかは今は方法がないんだ」「私は細いムチと網とを手にして忍び足に近寄った」「よく見るとオオトカゲイグアナは眠っている」「閉めた」と私は独り言を言った子供たちは好奇の目を光らしてじっと立って見ている。 私は近寄りながら口笛を吹き始めた。できるだけ音色よく、節面白く。と、トカゲ、イヌアナはそれで目を覚ました。近寄れるだけ近寄ったとき、私はムチを出して静かに敵をくすぐり始めた。節面白くなおも口笛を吹き続けながら。するとトカゲ、イヌアナはうとうとしながら、 遠い音楽に聴き惚れてでもいるようにとろりとなった風で獅子を動かし尾を震わせつつ頭をもたげたその瞬間である私はつと縄を投げて彼の喉元をギュッと締めつけ力を込めて引っ張ったと同時に彼の鼻の穴をめがけてひとつきに突き刺そうとしたところが彼の尾がくるりと巻き返ってきて その弾みに近寄ってきたジャックがポーンと跳ね飛ばされたのである私はハッとしたがジャックは無事であった敵は罠輪に締め付けられる苦しさに大きく口を開いたギザギザとした恐ろしげな歯の立ち並んだ口の中がどんなに子供たちを驚かしたことかがその時私はもう彼の尾行を突き刺してしまっていたのであるサシモのオオトカゲもそのまま 血を吐いててっと倒れてしまった。「お父さん万歳ブラボー!」時の声が怒ったかくて今日の探検は成功と滑稽の連続のうちに終わった私たちは大イグアナを打ち止めるとそれをロバに積んで鷹巣へと引き上げた第8章野牛に出会うフリッツと私は次の日2人で を最終に出かけた。私たちの日常の器物は大概そろっている難破船から運んできたものばかりでも大方の世を足たりたがその上私たちは暇のあるごとに竹や木でいろいろなものを作ったしかしただ一つ水筒代わりになるものがないその不便を私はひさごで間に合わせようとしたのだ「菓子の森を出抜けると一面の お僕の林であるなんというおびただしい小鳥がそこに群れ遊んでいたことであろう名もわからない形容することもできないような美しい羽色をしたものやかつて聞いたことも想像したこともない爽やかな高い声で鳴くものそのほかまるで音楽学校の横を通った時のようにさまざまな音色でそれらの小鳥は枝から枝へと飛び交いながらさえずっている。 フリッツは黙ってスーすると一本の大木に登っていった「何をするんだ?」と私は下から聞いた「何にも目ぼしいものもないじゃないか」彼はそれには答えないで木の葉の茂みに身を隠してしまったしばらくすると彼は降りてきていった「かわいいやつでしょ見ればオウムの子だこれをよくならすんだそして言葉を教えてやるんだ」彼はさも欲しくてたまらなかったものを ようよう捉えることができたのだと言ったようにほほ笑んで言った「林を出抜けると野原だそこにはアリの群れが足の踏みどころのないまでに這まわっていたこうして見ると今まで本で読んでいたよりはもっともっとよくアリというものを知ることができる」と私は言った「おらんどんなに彼らが勤勉であるかそして仲のいい動物であるか」あ。あ これは同じ巣のアリなんだろうお互いにひげを触れ合って挨拶しているあここでは道を避けて通っているこれは別の巣のアリなんだフリッツはその時別の植物を指さして尋ねた「お父さんそれは何ですか?」そののの木にはロのようなな特殊の小さいい果実がなっていたあ<っ>、と私はまたしても叫ばなくてはいられなかった。 これは,、ね、は植物学者がミリカー・セルフィーラと呼んでいる植物でこの実からろうそくを作ることができるんだフリッツの喜びは例えようもなかった私の喜びそしてこれを知った時の妻の喜びを想像すると私は今さらのように自然の恵みに感謝しないではいられなかった島に来て以来 灯火なしに過ごしてきた今までの寂しさはこの発見ですっかり跡形もなく消え失せてしまうのだ暗くなるや否や月の光でもない限りは眠ってしまうよりほかになかった宵の間がそれからは本国スイスにいた時のように楽しくともし火を囲んで語り合うことができるのだ目的の潮ごう採集し終わると私たちは難なく鷹の巣に帰ってきた そしてすぐにみんなの前に今日の話をしたいいものを見つけてきたぞ明日の晩からともし火をともすことができるようになるんだぜお父さんあかり伝統伝統まさかろうそくだろうそくの原料になる植物を発見してきたんだ予期したように一同の者は小躍りして喜んだあなたは何という賢い方なんでしょう と妻は泣かかんばかりのの声でで言うのであった「夜が明け離れるやいなや私たち一同は手籠を持って出かけていったそして朝飯の支度が出来上がる前に帰ってきた私たちは仕事に取り掛かった子供たちはまるで夢の国にでも住んでいる人のような顔をしながら私の言うとおりに働いた」。 仕事はこうである。まず浅い鉄の容器を持ってきてかまどの上に載せその上へ赤葉を向いた牢の実を置く。すると果実はじくじくと溶けてくる。溶けてしまうと糸をより合わせた陶身を取って型に刺し溶液をそこへ流し込む。それから冷たい空気に当てて乾かしておくと貿液がたまって完全な一本のろうそくとなる。その夜は、 スイスの我が家にいた時のように十日を囲んで晩餐をしたためたそれから23日して私たちはもっともっと遠くまで島を探検するつもりで45日分の食料やテントを目牛とロバに背負わせ各自も武装して出発をした私は牢の実を妻に見せるためにあの時と同じ道を最初は取って進んでいった牢を分けて行けば行くほど なんというおびただしいい植物の種類がああることとであろううなんというたくさんの果実や赤白紫とりどりの花が咲き満ちていることであろう野獣にも出会わなかったので私たちは心ゆくまでにそれらの植物の美観に心身を楽しましめることができた昼頃でもあろうか我々はとあるヤシバヤの陰に足を止めたぎっしりと 幹もたわむばかりに成り下がっている果実を見ると子供たちはもう先へ行こうとはしなかった「ここで遊んでから行こうよ父さん」と彼らは言ってすぐにそう決めてしまった彼らは武器を置いて木に登っていったサルもおかがにもいなかったので思うさま高い幹へ登って行って大きな果実を惜しげもなく落としてよこす別に急ぐ探検ではなし それにあまりに見捨てがたい場所だったから私はそこへテントを張り一夜を過ごそうと思って仕事に取り掛かった妻も手伝ったそして間もなく枯れ草を敷いたテントの中に我々は足を伸ばしたのである夜は何事もなく開けたが気がつくと荷を下ろして林の端につないでおいたロバの姿が見えないほうどこ行ったんだろう おそらくは猛獣にでもさらわれたかさもなくば食べ物をあさりにさまよい出したのであろう私はすぐに武器を携えタークとジャノーそれからジャックを連れてロバを探すべくテントを離れた林を抜け藪影をあけて私たちは進んでいったけれどもロバの姿はそのあたりに見えないタークとジャノーはなおも威勢よく前へ前へと進んでゆく とある竹やぶに突き当たって私は足をとどめたタークとジャノートは首を下げて深いそのやぶの中へ入っていったが私たちにはとても歩き抜けられそうにも見えなかったのだ仕方なしに私は右に向いて進んだジャックも続いたそしてややまばらな陥木をしばらく行った時である私はぎょっとして立ち止まった数匹の柳生の群れと ばっったたり顔を突き合わせてしまったのである彼らはいよういよう目が覚めたのだと言ったような風で寝そべっていたが私たちの足音に気づいて一斉に顔を上げて突っ立ち上がったさあ大変彼らも驚いたには違いないがロバの代わりに柳生を発見した我々も驚いたのであるジャックは彼らが突っ立ち上がると銃を構えてあわや引き金を引こうとした。 いかん待て私は片手を上げて止めたお前は藪影へ行って隠れていろ突っ立ち上がったと思った柳生の群れはうおーとうなって首を下げ鋭い角を向けてひとつきとばかりに飛びかかってきた私は銃を捨ててピストルをポケットから取り出すやいなや続けざまに彼らの頭をめがけて打ち放したこの思いもかけぬ攻撃は 彼らにとっては確かににのことに相違なかったその証拠には先頭の一頭が急所を打たれて倒れると同時に他の者は向きを変えて一目散に逃げ出したのである。